みなさんこんにちは、アニョンハセヨ、編集長マジュです。今日は1話目から面白い韓国ドラマについて語っていきたいと思います。ということでですね、韓国ドラマって作品によって1話目何言ってるかわからんとか、私あるあるでもよく言うんですけど、1話目とか序盤は大概面白くないと思った方がいいよみたいなとかもよくね、韓国ドラマ界隈で言われるんですけれども、はて全部のドラマがそうなのかと考えた時に、そうじゃないよなっていうところがございまして、韓国ドラマでも最初からおもろいドラマあるよっていうのをですね、伝えたくてですね、こちら作らせていただきました。今回はね、リクエストいただいたのをね、答えしていこうということですね。ネタをいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。もしね、リクエストとかあれば、コメントでどんどん教えていただければ、私もどんどん拾い上げて、形にね、していけたらと思いますので、引き続きよろしくお願いします。ということで、1話目から面白い韓国ドラマを探してみたんですが、かなりですね、ある、めっちゃある、これも、それも、これも、みたいなのがめっちゃあって、逆に1話面白くない韓国ドラマ言った方がおもろいかな、みたいなのも思ったんですけど、一旦1話から面白い韓国ドラマして、反響があれば、第2弾もね、やっていこうかなと思います。で、この1話から面白い韓国ドラマに関しては、すごくね、もう思い当たる節いっぱいあったんですよ。ただ、その中でも、特に好きだなっていうのを、私の独断と偏見でピックアップさせていただきましたので、またね、機会があれば第2弾もできるかなと思いますので、皆さん反応をお願いいたします。ということでですね、早速やっていきましょう。どうぞ。はい、ということで、まず一つ目は、ミセンです。これはもうね、私の人生ドラマでもございます。ミセンはサラリーマンたちのリアリティ溢れる人間模様を描いたドラマでして、これはシワンくんが出演されているドラマですね。あとカンハヌルくんとかも出てたり、カンソラさんも出てたりとかもねして、すごく今じゃあもうイケイケの俳優さんたちが出演されてたドラマとしても有名でございます。で、コネもないし学力もないし、別に親家庭が太いわけでもないっていう、本当に普通、もはや落ちこぼれみたいな男性グレが骨でね、商社に入社するんですよ。で、その商社って韓国でも賢い人たちが生きる場所、そして特別な場所としてあるから、そこからどうやって生き残っていくのかとか、その生き残りを通じてとか社会生活を通じてどういう風に自分の人生を歩んでいこうかなっていうところを振り返ったりっていうね、機会があって、なかなか面白い展開になっています。なのでぜひですね、私たちの日常生活にも共感できる部分っていうのがすごく散りばめられているドラマになります。で、最初は結構グレの悩みとか過去とか、そこに至るまでみたいな過程が描かれているんですけど、結構ミセンにおいて1話って大事で、でここから全てがつながっていくっていう ところになるので、見る人によっては社会勉強になると言っても過言じゃないなぁと思います。で、ただいつもみたいに軽い気持ちで、これは恋愛ドラマですとか、ラブコメです、面白いですって、なんか一概に一言では済ませれない重みというか特別感が感じられるドラマでもあるなっていう風に思っています。なので、まあ、2016年に日本でね、リメイクがされたりとかもしてたんですけれど、こちら1話からすごく面白くて魅力満載なので、 Netflix でもね、一回消えたんですけどまた復活してありますので、ぜひ見てください。では2つ目は DP です。これはね、チョンヘインさんが出演されているドラマで、 DP は韓国の兵器の中で脱走兵を捕まえる役割をする部隊があるんですよね。で、そこの部隊を描いた作品で、今のところ全6話でシーズン2の作成が決定したよっていうのがね、先日ニュースにもなってて、わあ嬉しいなっていう風に思ってたんですけれども、これも大変リアルだと、軍内部のいじめだったりだとか、理不尽な対応だったりっていうところがかなりノンフィクションに近いっていう風に韓国でも評価をされていて、実際にね、韓国人の友達もここまで今はきつくないけど、実際昔こういうのあったよとかっていうのも教えてもらったりとかもして、私たちっていい意味でも結構平和ボケしてるところがあると思うんですよね。で、自衛隊は持ってますが、じゃあ韓国のように男性がみんな行ったり兵器についたりみたいな文化もないですし、身近にそういう戦いみたいなところってないので、そういった点でも新たな刺激っていうか、新たな視点をもたらして、あ、こういう世界もあるんだっていうところを、私たちもね、全てを知る必要はなくても勉強するっていうのは全然いいと思うし、必要だと思うので、なんかそういった新しい世界を知るっていう意味でもすごく勉強になったドラマでした。で、個人的にも DP 結構好きで、スリル満点のハラハラする感じとか、すごく一言一言の重みがあるドラマだったので、これはもう本当にいろんな人におす
すすめできるなっていう風に思いました。で6話しかないのでやっぱり1話目からぶっ飛ばしていかないとしまえないっていうところもあるので、ぜひですねお時間許した時に心が安定している状態で見ていただけるのが一番いいかなと思います。では3つ目は彼女は綺麗だったです。これはねもう安定ですね。もうこれは入るでしょっていう。これはねパクソジュンさんがね出演されているドラマになるんですけど、あとシオンとかコジュニーさんとかがね出演されているドラマになるんですけど、みんながそれぞれの個性を引き立てて、で1話が結構きっかけになる話の展開なんですよね。なので結構重要な展開 で1話からグッと入り込めるっていうのはこのドラマの特徴であり、その1話目で各キャラクターが把握できるんですよ。この人はこういう人っていうので結構それが難しいドラマが退屈さを感じるんじゃないかなと思ってて、一体これは何を言ってるんだっていうのがすごく感じ方が大変というか理解が追いつかないドラマが一番目退屈だなって思ってしまうドラマの一つだと思うので、それも全然本当に韓国ドラマ初心者の方でも実はちょっと控えてたんだよねっていう人もすごくのめり込めるドラマなんじゃないかなと思いますので、ぜひ皆さん楽しんでください。では4つ目はスタートアップです。スタートアップの1話はマジやばいです。これ1話の最後マジ泣くんですよ。本当に私何回見てもあのシーン泣くから、1番目は結構家族とかそこの決断に至るまでみたいな過去の背景とかが語られるんですけど、そこで結構重要なポイントになってくるのが家族です。で家族で泣かせに来るのずるいよねってね思うんだけど、なんかやっぱりスジちゃんがハマり役だったりとかもしたし、このドラマ自体が起業家になる女の子とか事業を進めていくチームの話なので、キムソノさんがメンター役をしていて、ナムジュくんがパートナー役みたいな形で切磋琢磨していくっていう物語なので、私はねすっごいお気に入りでスタートアップめちゃめちゃ好きで、結構遊び半分でやってるように見えてかなり現実に忠実というかかなり寄せてるなって思う部分もあるので、起業家界隈の皆さんの中でもね一時期話題になったりもしたんですけども、それぐらい引き込まれるドラマなので、スタートアップまだ見てない方もぜひ見ていただきたいなと思います。では5つ目は分かっていてもです。これはトンガン君とカンソヒちゃんが出演されているドラマで、まあ、昨年の胸キュンオブザイヤーですね。私ダメですけどなんですけど、もうね1話目で伝説のシーンがあるんですよ。でこれあまり言ったらネタバレになるんで言えないんですけど、美術大学を舞台にしたキャンパスコメディというかラブコメディになっていて、で最初ソンガン君とハンソヒちゃんが出会うシーンがあるんですけど、そこのナンパ方法っていうか記憶の擦り込み方がもうチャラ多すぎて、イケメンだから許される行為なんですけど、なんか本当に好きみたいな、でもなんかもうヒントね、これもうなんか私も書いてほしいみたいなになるような行為があります。だから1話からもう本当にねやっばいみたいな感じになりますので、皆さん胸キュンには注意してご覧いただけたらと思います。では6つ目ですね。6つ目は分かっていてもじゃなくて間違えた6つ目はナビレラです。ナビレラもですね、ソンガン君とパクイナさんが出てるやつですね。でこれは夢を追うバレリーノと70歳のおじいちゃんの話で、でこの2人のスーパータッグっていうか、なんか心温まるパートナーシップだったり、その人生ってどういう風に生きていこうかなみたいなところをなおなお考えさせられるドラマになります。もう1話目からすごいいろんな過去に触れたりとか、おじいちゃんの存在感っていうのがすごくて、でも最後は本当にね腹持ち大好きになるし、なんかそれを取り巻く家族ごと本当に愛したいってなるドラマなので、皆さんそちらもね覚悟して見ていただきたいのと、最後になるにつれて涙が必要になってきますので、ハンカチのご準備をって感じですね。でこのドラマは結構好き嫌い分かれにくいドラマではあると思うんですけど、1話目のつかみがすごく上手だなと思っていて、でソンガン君も分かっていたのとは全然違うね好青年をですね演じていて、すごくハマり役なんですよ。で1話目でどれだけ背景をつかめるかっていうところが大事だと思うんですけど、それを描かせるのがすごく上手だなってこのドラマで思いました。なので誰でもねスッと入り込めるドラマなので、こちらもまだ見てない方はぜひ見ていただけたらなと思います。では続きまして第7個目ですね。7個目は海町ちゃちゃちゃです。海町ちゃちゃちゃはねもう最初から最高よ。これ一生最高ヒーリングコメディみたいな感じですでバリキャリでソウルで歯科医をゴリゴリやってて、まあ、とある理由で田舎に開業するっ
ってなった歯科医が万能ニートの男性と出会いまして、そこからどういう風な関係になっていくのかっていうのを追った作品になるんですけど、出てくる人みんないい人なので、悪い人いなくって、でそこの村の団結力だったり、今ってさ都会離れが結構進んでるじゃないですか。だからこれ見て田舎いいなみたいな思う人絶対いると思うので、も私も田舎はいいな、自然吸いに行きたいなみたいなって思ったぐらいめっちゃ良くて、で1話から景色が素敵だし情景もすごく浮かぶし、で なおかつテンポが退屈しないんですよね。そんな激しいドラマではないけれど、意図背景がすごくしっかりしてて一貫性を持ったドラマなので、これすごく見やすいなという風に見てました。で最後の最後までもう大好きなドラマの一つなので、まだ見てなかったなって方ぜひ見てください。そしてもう見たなって方は2ヶ月ぶりぐらいにもう一周するのはいかがでしょうかということで、続いてラスト8つ目ですね。8つ目は青春の記録です。こちらはですね、パクボゴムくんが出演されているドラマになっておりまして、パクボゴムくんのもうかっこよさももちろんなんですけれども、夢を追う若者のその記録をしたドラマになっているので、俳優の卵のパクボゴムくんとメイクアップアーティストの卵の子とモデルの卵の子みたいな子たちがいて、そこからどういう風にみんなが成長していくのかっていうヒューマンドキュメンタリー要素もあるんですよ。で最初の方に女の子にまつわるお話とか若者の独特の考え方感性みたいなところが色濃く映っていて、後半になると別にそこは大してね重要なポイントではないんですけど、なんか最初の方はそれが韓国ドラマの中でもすごく新しい風だよねっていうことで話題になったりもしたんですよね。なのでまだね見てない方いらっしゃると思うので、ぜひそちらにもね注目してみたらまた違った形で楽しめるんじゃないかなと思いますので、ぜひ見ていただけたらと思います。ということで本日もご視聴いただきましてありがとうございました。今日は1話目から面白い韓国ドラマについて語っていきました。皆さんいかがでしたでしょうか。全部1話から面白いのでえりすぐりのものにはなりますが、ぜひまだ見てない方は見ていただけたらと思います。ということで本日もご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録と高評価お願いします。そしてインスタグラムとツイッターとティックトックやっておりますので、ぜひ遊びに来てください。それではまたお会いしましょう。アンニョン。